すごくショックなことが判明してしまいました。ネバネバ約ネバ B プロミツクロです。というわけで本日も始まりました、約束のネバーランド考察チャンネルのお時間でございます。というわけで本日の動画は、すごくですね、個人的にショックな事実に気づいてしまいましたというお話なんですけれども、ことの発端はですね、何気なくいつも通りね、こうツイッターを、見てたわけなんですよ。僕は何が書いてあるかなと、約束のネバーランドでよくこうサーチとかもしたりするわけなんですけれども、今日ね、とあるリプが来てまして、でそれがですね、この撮影をしてる日の明日、まあ、翌日に、約束のネバーランドの全話がこう一挙公開するこうイベントがありまして、そこの約ネバキャストに質問ということで、ハッシュタグ約ネバキャストに質問っていうのをつけてツイートすると、そこのトークイベントで、もしかしたらその質問が読んでもらえるということで、3つツイートしたんですけども、その3つに全部添付で画像をつけてまして、でそこのね、1つの質問でこちら、こんな質問をしました。約束のネバーランドのアニメ日記の詳細がすごーく、気になるので、アニメ日記を一言で表現するとしたら何ですかっていう風に質問ツイートしました。でそこの質問ツイートにはですね、こちらの画像を添付していたんですけれども、そこのリプでですね、ノーマンのフィギュアについてくるマグカップつけないんですか、ええと思って、マグカップって何と思ってすぐ見たらね、ノーマンね、僕マグカップ持ってないんですよ。で調べたら、みんなね、マグカップ持ってるんですよ。えと思って。え、どうしたと思って。で、箱僕取ってるんで、箱見てみたんですね。そしたら箱の後ろに、組み立て図っていうことで、カップを左手に引っ掛けてくださいって書いてあるんですよね。で、中見たんですよ。空っぽ。だから、その目で、僕を見ないで悲しくなるから、まさにそれ。というわけでね、この中を見てもね、何にも入ってなかったわけですよ。カップついてくるなんて全然知らなくてというか、付属されてるもんだと思ってたんで、別にカップがあるないとかも全然意識してなかったので、普通に捨てたと思う。びっくり、本当に。確かによく見たらカップ持ってますもんね。念のため見てみますか、動画。届いたのは間違いないんですけど、僕が開封のタイミングでどっかやっちゃったか、そのまま一緒にゴミになったか、どっちかですね。この動画、気づいた10巻表紙カバー下に隠れる謎の人物は一体誰なのか考察っていう動画なんですけども、ここの前半でプレミアムフィギュアのノーマンを開封して、こんな感じです。この時もカップないですね。白いね、上下の服装もシワとかもね、しっかりと表現されてていいと思う。撮れました。こんなことをね、皆様はね、動画で見たいわけじゃなくて、今度中身ですよね、問題は。っていうことで、ほら、なんかバカみたいに開封してるでしょ。今開けたね、袋開けた。フィギュアとかね、頼んでるんですけど、まだ届かないので、結構ね、ノーマンのフィギュアって初かもしれん。ということで、いつも通りね、ソファーが入ってまして、ソファー入ってた。やっぱこのソファーの深くなってる位置がちょっと違う感じですね。いや、それはいいよ。ということで、おー、どこにあるカップ、すごい。なんかノーマンのフィギュアってあまり今まで、あまりというか今までゲットしたことなかったので、ちょっとやっぱフィギュアっていいですね。ノーマン推しの皆さん、こんにちは。どこにカップあったの、これ。見にくいね。違う袋。お分かりいただけただろうか、ノーマンを持っている男性の袋に注目していただきたい。その袋の中のノーマンの左手には、なんと、見にくいね。見てくれたみんなありがとう、チャンネル登録してね、 Twitter と Instagram もやってるよ、フォローしてね、また見に来てね。はい、というわけでございました。まさかのね、カップがなかった事実がね、知ってしまいました。というわけで、少なからず僕の動画を見てくださってる皆様には、こういうね、ボンミスみたいなことをしてほしくないなと思いますので、フィギュアとか買った際には、付属品が何があるかとか、しっかり、確認していただければと
思います。またそのノーマンの撮った時も注意喚起の動画でノーマンを出したんですけど、またね、ここに来て注意喚起の動画になってしまったというお話でございました。役ねば最高。では。